はい、どうもめチャンネルです。本日ですね、 ANA の方からなんと国際線のプレミアムポイント2倍キャンペーンの発表がありましたので、急遽ね動画撮らせていただいております。もうこれ毎年恒例なんですかね。まあ、とりあえず国内線ではなくね、国際線オンリーということなんですけども、なんとね、7月の1日から年内は国際線がね、プレミアムポイント2倍となるんですよ。すごいです、これね。いやー、まあ私はね、ちょっとまだ調べてないですけど、まあ期間だったりとか、まあ旅費だったりとかね、それに応じてはダイヤモンド修行どうかなっていう感じですね。まあそこら辺もですね、含めて概要と、そのプレミアムポイントを大体ね、いくらぐらいでダイヤモンドないし、プラチナ獲得できるのかっていうのもね、おすすめというかですね、まあちょっと時間がなかったので、ざっくりね、こういうルートだと、このぐらい溜まるよっていうのもね、お話できればなっていうふうに思いますんで、よかったらね、最後まで見ていっていただけると嬉しいです。私のチャンネル初めてご覧になる方につきましては、私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいておりますんで、ぜひね、情報の見逃しがないより、チャンネル登録とベルマークの通知ボタンよろしくお願いいたします。では、早速内容入っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、ということですね、こちら ANA のホームページの方にやってまいりました。当然ね、概要欄の方には URL 貼っておきますので、よかったらね、そちらも見ていただけると嬉しいです。まずですね、 ANA 国際線プレミアムポイント2倍キャンペーンということで、対象搭乗期間がですね、2023年7月の1日土曜日から2023年12月31日日曜日までと、もうね、下期丸々という感じですね。すごい期間が長いので、計画もね、非常にしやすいんじゃないかなというふうに思います。キャンペーン概要の方ですが、ANA 及び ANA グループ運航の国際線に対象運賃でご搭乗いただくと、2024年度プレミアムステータス獲得に向けたプレミアムポイントを通常の2倍積算いたしますということです。参加登録は不要です。搭乗ポイントも含めて2倍になりますということです。はい。まあ、この搭乗ポイントの方もね、後ほどご説明していきたいと思います。まあ、プレミアムポイントね、これ見ていただいている方は大体お分かりだと思いますけれども、これはですね、毎年ですね、飛行機に乗っていただいたポイント、マイルとはね、また異なる、ステータスを換算するためだけのポイントがあるんですけど、それがね、プレミアムポイントというところでございます。これはね、毎年リセットされていきますので、毎年修行していくっていうね、狙っていく人はね、必要となるという状況です。はい。じゃあ、重複しますけど、対象の搭乗期間、2023年7月1日土曜日から2023年12月31日日曜日となってまして、対象路線が、ANA 及び ANA グループ運航の国際線全路線となっております。提携航空会社が運航するコードシェア便は ANA、括弧 NH 便名で予約、搭乗した場合であっても対象外ですよということでありますので、そこはね、ちょっと気をつけていただければなというふうに思います。はい。で、対象運賃につきましては、マイル積算可能な国際線全運賃が対象となります。対象のお客様は期間中に、対象路線に対象運賃でご搭乗されたすべての ANA マイレージクラブ会員の方ということです。まあ、まずはね、ANA マイレージクラブ会員になりましょう。無料でなっていただくことできます。まだなってない方は私の概要欄の方にですね、マイルを獲得していただくマイトモっていうのね、できますんで、そちらをよかったら使ってください。積算時期につきましては、通常積算されるプレミアムポイント数を月ごとに集計して、同様のプレミアムポイント数を通常積算分とは別に、ご搭乗月の翌月末日までに積算いたしますということで、めっちゃ早いですね。はい。なので、翌月末にはもう反映されていくという形です。2023年7月1日から31日の間に搭乗積算分につきましては、2023年8月末日までにキャンペーンの分のプレミアムポイント積算しますよということですね。素晴らしいです。はい。ということでね、まあ、どんな路線があるのかも含めてね、ちょっと見ていきたいなというふうに思います。はい。それではね、便の方ちょっとね、探してみたいなというふうに思います。これね、道を出してきたんですけれども、まあ、適当にですね、7月の4日、クアラルンプールからニューヨークということでですね、まあ、成田をね、経由していく形になりますけれども、まあ、安いのを見るとですね、片道ですね、141,390円で、はい。このようにクアラルンプールから成田に行って、成田からニューヨークの方にね、行っていただくことができる。そして、袋の方もですね、まあ、こうやってね、142,310円で行ける。お、これめっちゃいいじゃんっていうことで、まあ、このようにね、算出してみたんですけど、そうするとね、このプレミアム単価 6.1、5.67 という感じで出ると思うじゃないですか。これね、気をつけていただきたいのが、はい。このね、NH 便なんですけど、ユナイテッド航空のものに関してはね、プレミアムポイント2倍にならないんですよね。
これがね、先ほどこちらに記載があったですね、提携航空会社が運航するコードシェア便、ANA、NH 便名で予約であったりとか、搭乗していただいた場合でも対象外となっているのが、これ要注意という形でございます。で、今度ですね、これをね、プレミアムポイントを2倍にするためにですね、じゃあどんな便だったらいけるのかっていうので、まあ、検索すると、このようにね、ANA、ANA という感じで出てきますんで、これであれば間違いなく両方ともね、2倍になると。で、こちらのですね、予約クラスが Y クラスだと、まあ、搭乗席算がですね、100%。そしてね、搭乗ポイントを400ポイントもらえるという形になってきます。ちょっとね、ここがややこしいかなという感じですね。そうすると跳ね上がってね、45万7250円なんです。そうすると、はい、先ほどのね、安い単価で行けるとなると、28万3700円で、まあ、これダメなんですよ。ダメ、ややこしくなっちゃうんですけど、これはダメなんですけど、ダメっていうのは、ユナイテッド航空のね、ユナイテッド便につきましては、プレミアムポイントが2倍にならないから、この計算通りにはならないっていうことなんですけど、28万3700円でプレミアムポイント2倍に、ね、なって4万8000プレミアムポイントになるじゃん。プレミアムポイント単価が 5.88 円でいいじゃんと思うんですけど、なんとこれはなりません。ちゃんとね、こちら、ANA 便で両方ともですね、プレミアムポイントが2倍になるという便になると、なんとね、45万7250円。プレミアムポイントの単価で 9.27 円。うん、あまり良くないですね、正直ね。まあもっとね、ざっくりしはすいません、調べてないので、もっと安い方法は絶対あります。まあ多分シンプルにですね、これ今クアラルンプールからニューヨークという形で、計算させていただいてますけども、まあ、クアラルンプールと成田をね、往復していただくのが、まあ一番ひょっとしたらいいのかもしれないですね。で、プレミアムポイント2倍にはならないんですけれども、そこにね、国内線もちょっとね、入れていただくという形を取っていただければ、同じね、金額で国内線の分もプレミアムポイント獲得ね、していただくことができますので、まあ当然登場していただく必要はあるんですけどね。まあそういった活用方法が、まあ一番いいのかな。そうすると、まあ多分プレミアムポイントの単価が、どうですかね、よくて7円とか、8円とか。ってなると、まあ、正直ね、そこまですごくいいキャンペーンっていう感じではないかなっていうのは、まあ、率直な印象です。まあ、過去のね、やっぱり国内線のプレミアムポイント2倍でですね、プレミアムポイントの単価が5円台とかね、下手すると5円切るとか、まあ、そんなこともあったりするので、それを見てしまうとね、うん、やっぱりあの時は良かったなという感じは正直あります。はい。ということでね、このシミュレーションのこのシートにつきましてもですね、まあ、ちょっとね、この悪い例も残した状態でですね、概要欄の方に URL 貼っておきますので、よかったらね、まあ、参考程度に、見ていただければなというふうに思います。はい。いかがでしたでしょうか。まあ、とりあえずね、ANA さんの方から、まあ、国際線限定ではあるものの、プレミアムポイント2倍キャンペーンの発表がありましたので、急遽ね、動画を撮らせていただきました。おー、すごいと思いきやですね、まあ、単価で見るとですね、うん、まあ、そんなに良くはないかな、という感じですね。はい。先ほどのシミュレーションシートの2ページ目にですね、私入れさせていただいて、2021年でですね、修行しようかなと思っていたムンバイと香港、まあ、成田を経由するんですけど、ムンバイから成田、成田から香港を、これをね、ビジネスクラスで往復する、プレミアムポイント2倍じゃないんですけども、そっちの方がね、単価が良かったりします。今はね、その料金で出てこないので、まあちょっと幻の路線にはなってしまったんですけど、まあそういう単価もね、過去ありましたので、まあこれがね、ズバ抜けていいという感じではないかなという印象を持っております。まあただね、本当に今ざっくり、時間がないので、あまり調べられてないんで、調べ切ったらひょっとするとね、プレミアムポイントの単価が7円切るとかね、まあ、ひょっとしたらもっといいのがね、あるのかもしれない。そういうのを見つけたらすごくいいなとは思いますけれども、私はですね、まあ今ね、SFC を獲得させていただいて、まあ一応ね、維持できているという状況なので、まあこの単価であればですね、無理にね、ダイヤモンド修行するっていうことはないかなと、個人的には考えております。もうね、もう毎年恒例でされている方であれば、通常よりは間違いなくね、プレミアムポイント単価、費用を抑えてですね、
ダイヤモンドステータスを維持していただくことができますので、そういう方はね、頑張ってやっていただくのかなというふうに思いますし、まあ、せっかくに今海外行けるようにもなりましたし、燃油のサーチャージもどんどんね、ちょっとずつですけども下がってきている傾向ではありますので、まあ、これを機にですね、海外に行く、ついでにですね、プレミアムポイント2倍獲得して、まあ、上級会員を目指すという方も非常にね、まあ、ありなんじゃないかなというふうに思います。皆さん、今回のプレミアムポイント2倍キャンペーン、どうしますでしょうか？ぜひね、コメント欄であったり、まあ、その他ね、おすすめの路線とか、まずご自身のはちゃんと確保していただいた後で当然構いませんので、こんなのありましたよとかね、こんなの撮りましたよでもいいので、ぜひコメントでお寄せいただけると嬉しいです。いやー、JAL さんも追っかけてなんかやるんでしょうかね。まあ、そこがね、個人的にはめっちゃ気になるところでございます。はい、ということでね、まあ、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよという方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。冒頭申し上げた通り、私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないようにぜひ、チャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて、応援するつもりでもぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてね、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。